今北42条アドアという札幌の狂ったゲーセンにいるんだけど、エポリスがなんと9筐体で4台稼働してて、でその中で、ついにあの音割れ筐体を見せてしまったから、ちょっと皆様にご紹介しようと思って急遽動画回してます。
はい、実にねスピリチュアルな、映像をお届けしましたけれども、今回の音割れについて分かってる情報を軽くまとめますね。まずどうしたらこうなるのかということですが、分かりません全然分かりませんが、プレイしていたら気づいたらいきなりなるパターンとか、あとエコー系のエフェクトを いじってたらなんか急になんかこうなっちゃったりとかっていう意見もあったりで、旧筐体でもライトニングにもかかわらず発動するってことはソフトウェア的な問題なんでしょうね。でかつ面白いのがこの一番下、レジデントからこのバグは存在してたって、すごくない？そう考えるとちょっと闇深い感じしますけどね。でなったらどうなるのかということですが、筐体からなるもう全ての音が変になる。でこれはプレイ中だけじゃなくてもうデモ画面とかも全てで、特に低音域は音割れしたような感じに変化するから、まあ私とかは音割れバグっていうか音割れエポリスとかって呼んでる。でこれはもう斬新な音楽体験の提供をねしてくれてるんだと私は思うわけ。うん、続いて、俺は音割れなんか興味ねえんだよって方、どうしたら治るのか、再起動したら治ることが多いらしいので再起動しないでください。こんな貴重な音割れ音楽体験をね自ら再起動して直してしまうっていうのは、それはもう機械損失のほかならないわけですよね。だってこんないつ起こってるかわからないんだから、目の前にある音割れを楽しまないと。これをね再起動してね直しちゃってのは、私はちょっとねそれはね世間許してくれませんよ。なんでこうなっちゃったのかという原因なんだけども、まあ、これも開発者しかわかんないと思いますが、ライトニング及び新基盤旧筐体のサウンドドライバー関連がなんかいかれてるのではないかというのが、情報通の方の、一つの意見でした。何なのかよくわかんないけど、なんかこんな雰囲気を私も確かに感じる。最後にまとめですが、音割れバグに遭遇したらあなたは非常に幸運です。未知の音楽体験を楽しみましょう、ね、だって音楽を売りにしている音楽ゲームで音楽がおかしいなんてもう金輪際あっちゃいけないことなのね、本当は。でもそれが目の前に存在するんだから、それはもう貴重なあなたの人生の一つのステップとして、もうぜひねもう楽しんでほしいなって、もうこれはね私からのもねお願いでございます。今ご覧いただいているなんとか棒チャンネルでは、引き続きこの音割れバグ関連の情報を収集でです。いい情報、音割れフォト提供があったらコメント欄までぜひ書いてってね。もう音割れ最高。あ、最後に音割れしそう。あ、音割れする。